皆様、新年明けましておめでとうございます。月刊木村よしこを担当させていただいております、木村よしこです。さてですね、2021年、牛年ですね。アメリカではですね、牛というのは強気の象徴なんですけれども、日本ではどうもつまずくなんて言ったりする方がいらっしゃいますね。そうなんですか。明るい年になれるようにと願ってるんですけれども、株式市場は高値圏であるだけに、このままずっと上昇トレンドを描いていけるかどうか気になるところですね。それでは月刊木村よしこ、早速始めたいと思います。最後までぜひご視聴ください。2021年1月号の月刊木村よしこです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今年どういう風な展開になりますでしょうか。1月のですね、国内海外の予定を見ておきたいと思います。1月の4日ですね、大北海が始まります。株式取引のスタートですね。そして羽田空港でローカル 5G の技術の検証が始まります。 RSOC 京浜急行 NTT コミュニケーションズですね、どのような検証結果が出てくるでしょうか。また8日ですね、11月の景気先行指数速報値が出てきますね。そして18日が通常国会の召集予定日です。そして25日から28日頃ですね、補正予算の成立を見るのではないかと見られます。また海外では4日トランプさんがジョージア州入りをいたしまして、5日の上院議員の選挙応援に入られますね。そして5日ジョージア州での上院議員の選挙結果となります。6日ぐらいに出てくると思いますけどね。そして12月の ISM 製造業の景況指数も同日5日に発表されます。12月どのような景況指数となっているでしょうか。また6日ですね、アメリカ議会が開かれまして、ここでですね、11月3日の大統領選挙結果の承認非承認が決定されます。ペンスさんがもしもトランプさんを裏切らなければ、いろいろなことが言われておりますけれども、不正な選挙結果を排除して正式に選ばれる大統領を選出されると思います。また暴動が起きるのではないかということに関しましては、アメリカの特殊部隊がすでに招集されて、トランプさんがそのようなことが起こらないように手配しているという話もありますので、まあ、これの結果を受けまして1月の20日大統領就任式が迎えられるかどうか見物となっておりますね。世界が注目していると思います。まあ、一説にはバイデンさん非常に弱気になっているという話もありますし、どうしてハリスさんが上院議員を辞してないのか、すなわち副大統領という席に正式につけない可能性を考慮して上院議員を辞めていないのではないかという諸説がありますけれども、1月は重要な月となると思われます。また26日には1月の消費者信頼感指数が出てまいりまして、同日 FOMC が開かれまして、27日 FOMC の政策金利、そして FRB 議長の定例記者会見が開かれます。28日1月ユーロの消費者信頼感指数、ユーロ圏ですね、こちらの速報値が出てくるという、そういう経済スケジュールとなっています。予見されているリスクとチャンス、今年どのような年になるか、まあ、1月の段階では分かりませんけれども、一応このようなことは予見されていますよね。まあ、感染症の影響と世界経済、国際通貨基金 IMF によれば、感染封じ込め失敗した場合、世界経済は 4.4% 押し下げられると試算されています。また経済損失が4兆ドルを超えて、まあ、日本円にしまして国家予算4年半分ぐらいの損失となるわけですね。そして2021年もほぼ世界ではゼロ成長となる予定と見られていますね。そして債務増加とそれに伴う通貨波乱も予見されているリスクではないでしょうか。国際金融協会によれば、世界の債務残高は2020年9月の時点でさえ275兆ドル、前年比22兆ドル増加ということですね。日本の国家予算にしますと、だいたい1年間100兆円としまして、
これの 2.27倍ですか。まあ27年間ただ働きみたいな感じですよね。こうした大きな予算が膨らんでるということですね。そしてですね、政府部門が 9.9 兆ドルで最大となっています。これを円に直しますと900兆円ですね。日本の国家予算の大体10年分ぐらいの政府部門での債務があるということですね。世界的には政府部門が日本の国家予算の10年分ぐらいの予算が膨らんでいるということですね。非金融企業部門でも 5.6 兆ドルですから、日本の国家予算にしますと大体6、7年分の、債務ということですね。そしてアメリカや中国、新興国債務が急拡大をしております。2021年年末までに満期を迎える新興国の債券シンジケートローンは官民合計で7兆ドルですから、日本で言いますと国家予算で8年分ぐらいの予算ですよね。 金額ですよね。そして6月になりますと、イランの大統領選挙とアメリカ政権並びに中東政策の問題が浮上してくるだろうと思います。もしもこの6月イラン大統領選挙、その結果以下によりまして、時の政権、アメリカの政権がバイデンさんで、決まってるのか、トランプさんになってるのかで全く違ってきますので、中東政策を絡めて6月イラン大統領選挙に注目したいと思いますね。また7月に東京オリンピックが本当に開かれるかどうか、そして9月から10月にかけましてはユーロの問題に、焦点が当たってくると思います。と言いますのも、ドイツ議会選挙とメルケルさんの引退が控えておりますし、香港の選挙もありますね。まあ、こうしたところ見ておきたいと思いますと同時に、自然災害あるいは人口災害が2021年も心配されるところではないでしょうか。まあ、そのたんびにですね、マーケットは揺れると思いますし、為替、株価、押し下げ要因、押し上げ要因含めてですね、投資家にとってチャンスとなるかリスクとなるか、そこら辺をしっかりと見極めていきたいと思いますね。まあ、機敏に行動できるように常に、リスク管理にはしっかりと目を向けておきたいと思いますね。そして皆様、ビル・ゲイツさんについてどう思われますか？私はね、もともとはそんなにね、ビル・ゲイツさんについては、まあ、好きでもなければ嫌いでもないすごい人だなというね、まあ、尊敬の念を持っていたんですけども、まあ、いろいろな話、噂ベースで、どうもビル・ゲイツさんっていうのはね、とんでもないくせ者ではないかという説もありますよね。で、私はまあそうした面もあるのではないかなということで、ちょっとね、ビル・ゲイツさんについてはちょっとなんか怖い人かなっていうふうに思ったりすることもあります。で、ビル・ゲイツさんは今どんな感じかなと言いますと、2022年までにコロナの再拡大がありますよと言ってると。で、この人5年前にですね、すでに同じようなこのね、流行り病についてのテッドでの演説がありましたんで、知ってたんじゃないかっていうね、説もありますよね。知ってた、あるいは仕掛け人の側になってるんじゃないかという説もありますね。まあ、これは分かりませんけどね。で、そのビル・ゲイツさん今どうしてるかと言いますと、ビル・ゲイツ財団が赤血球の病気を遺伝子編集技術クリスパーでですね、治療するスタートアップに資金を援助、また何か考えてるんじゃないかというね、うがった見方もあります。赤血球関係の病気にフォーカスしてるのではないかと思うんですよね。なのでゲノム編集とかそうしたところにですね、なんか銘柄のヒントがありそうな気がしますね。で、彼は年末にその正月に向けて読みたい本を毎年5冊あげるそうなんですけど、今年はですね、レンジ、知識の幅が最強の武器だよというね、そういう本を勧めている、デイビッド・エプスタインさんの本ですね。この方はまあ脳から考えた美とかね、スポーツ的な観点から見たなんか物の見方とか、いろんなそういう面白い視点を与えてくれている作家ですね。そして KJB の男、冷戦史上最大の二重スパイについて、まあ歴史の本ですね。そして The Splendid The and The Veil ですね。こちらはなんかこう、スプレンディット&ベール、リーダーシップの本ですね。リーダーシップの本、その参考になる本ですね。そしてザ・ニュー・ジム・クローですね。こちらは黒人と暴力問題ですね、まあ、黒人の問題について、書いた本ですね。
そして Bless from Salt、 これはですね難病の本です。なので、まあ、幅広いところからこの知見を得ていこうと、何か世界的な金儲けのネタはないかって探していらっしゃるのと、あと自分自身の知識の幅を広げて物の見方をこう多角的に育てていこうというようなね観点で、いろんな本からテーマを漁ってらっしゃるのかなというふうに思いますね。まあね、ビル・ゲイツさん先見の明があるという点ではこの人に注目しておくのも悪くないなと思いますね。私はビル・ゲイツさんのこの赤血球の病気の遺伝子編集というところにちょっとフォーカスしてですね、銘柄探しをしていきたいと思います。まずですね、クリスパーセラピューティクスですとか、バーティクスファーマシーですとか、メイズセラピクス、セラピューティクス、カリブーバイオサイエンス、エディタスメディシン、そしてこのねエディタスメディシン社、ゲノム編集者としての名前を知られるこのような会社の名前からですね、まあ、例えばこのエディタスメディシンなどに注目してみるのもいいんじゃないかなというふうに思っています。このエディタスメディシン社、こちら必ずしもですねビル・ゲイツさんの資金を投じられているという会社の一つではないと思いますけどね、まあ、連れ高する可能性もあるんじゃないかということで、このエディタスメディシン社のことについても研究しておきたいなと思いまして、いろいろ会社のことを今調べ始めているところですね。まあ、チャートなども見ておきたいと思います。投資の森さんがですね、出してくれてますね。12月29日の段階で、74.9 ドルというね、値に推移しております。まあ、チャートの格好から見るとですね、まだまだ安定感のないチャートですので、いくらでも安く買えるチャンスはあると思いますが、まあ、だいたい 74.9 ですから8000円ぐらいの投資をしておいて、まあ、時々思い出してまた買い足ししていくようなイメージでどうかなというふうに思っています。ちょっと買っとこうかなと思いますね。そしてですね、日本の企業ではなんか関連企業はないのかということですけども、6869シスメックスですね。こちら検体、検査機器の大手ですけれども、主役で高シェアという点でも評価したいなと思いますね。まあ、この会社100株買いますと大変な金額必要になりますので、破株取引でですねちょっと投資をしておいてもいいんじゃないかなと思いますね。まだ全然その一株純利益単体でもですね、連結ベースでもおとなしい数字ですし、配当は72円予定ですけれども、まあ、チャートだけが先行して少しねこう上がってきている状況ですね。6869シスメックスも何らかのこの疾患で取り上げられる可能性も、来年2021年ですね、2021年の段階でどこかであるんじゃないかなというふうに思って研究したいなと思っています。6869ですね。そしてですね、BML、 こちらはですね臨床検査受託の会社ですね。経常利益は増収増益予想ですね。そして、売上高が増えている点で好ましいと思いますね。そして45円配当、連結ベースでも若干ですね一株純利益が伸びている点を評価したいと思います。こちらは3205円で引けましたね。まあまあ、検査引き続き血液検査とかいろんなことが起こり得ると思いますので、6694BML 注目してみたいなと思います。そして4880セルソースですね。こちらは再生医療関連事業ということで、まだ上場して日が浅い会社ですけれども、こちら売上高が伸びている点とですね一株純利益もまあ課題はありますけどね、若干前よりも伸びそうなということを評価したいと思います。4880セルソースですね。1930円で引けておりますので、100株買うとね結構な金額が必要ですね。こちらも破株取引で少しずつアプローチというイメージですね。そして再生医療ですとかゲノム編集の銘柄ばかりではちょっとね心もとないという点で、サムコ半導体ですね、3436、こちらもちょっと注目して買っておきたいなというふうに思いますね。カブタンさんのチャートではこのような、展開となっております。そしてですね、まあ、日経平均株価の今年の見通しなんですけどね、これ週足で見るとですねなお余力ありそうですね。なのでもう少し伸びしろがあると思います。今このカーソルは29,800円のところに合わせておりますけど、まあ、このような値になることも十分考えられますので、
弱気だばかりではなく強気で攻めるとすると3万円超えというシーンもありそうですね。ただし今年はですね、やっぱりそのトランプ政権がもう一度チャンスをつかめるかどうか、バイデンさんが本当に政権につけるかどうか、1月がね胸突き八丁ですので、まあ、そうしたところをしっかりと捕まえながら今年、進めていきたいと思っております。では月刊木村よし子、また2月号でもお目にかかりましょう。ご視聴ありがとうございました。また来月もいろいろなネタを拾っていきたいと思います。さてここからは少し雑談タイムとさせていただきます。昔ですね、まあそうですね、20代、例えば絵の展覧会なんかに行きますとね、もう全部の絵を見ないと気が済まなかったんですね。でも今は疲れるので見たい絵だけ 2,3 枚、例えば 50点ね展覧されてたとしても、展覧会に出展されてたとしても 2,3 枚もうね自分が見たい絵だけでも見れたらいいじゃないかと思うようになりましたね。また人生でもやり残してることいっぱいありますけど、全部やらないと気が済まないと考えてたのは、まあ20代の頃ですね。でも今は、まあ、積み残しがあってもね、次の人生でまたやればいいじゃないかと思うようになりました。それからね、例えば自分が思ってるように人は思っててくれてないとしてもですね、それはその相手の人の問題であって、自分は自分でいいじゃないかと思うようになりましたね。まあ、年を取るのも悪くないかなというふうに思うようになりました。というわけで、気持ちを朗らかに持ってですね、明るく、そして正しく、まあ、自分で今考えている中の一番ベストな、ね、選択ができるようになればいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、株で損をすることもあれば、得をすることもあると思うんですけど、得ができた時には良かったなと、そして損をした時にはまた次があるじゃないかって頑張ろうと思えばいいんじゃないかなというふうに思います。鼻血を出す勢いで、まあ、無理しないでしっかりとね株式市場と付き合っていきたいし、また自分のせっかく人間として生まれた人生も味わい深く生きていければいいじゃないかなというふうに思うようになりました。まあ、本当にね年を取るのも悪くないと思います。というわけで、今年も始まりましたね。しっかりと株式市場を通じて、自分の何かね願っていることが叶えばいいなというふうに思っています。また今年もよろしくお付き合いのほどお願いいたします。それではまた来月、木村よし子の月刊、2月号もご覧くださいね。また来月お目にかかりましょう。またそして日々の気になる銘柄もご視聴のほどよろしくお願いいたします。